ちは。こんにちは。さあ豊さん、いよいよ20日ドラフトです。はい、運命の日がやってきます。懐かしいな。豊さんもドラフト会議ドキドキしながら見てたっていう、まあ、楽しみだったよね、うん、ワクワクだったよね。で、豊さん自身も声がかかった本人ですもんね。よ、いや、それかかんなかったら困る。名前を呼ばれて、そういいですよね。よかったな。まあよかったけど、ドラフト3位だからな。いや、いいですよ。なんだよ、お前って。やっぱ1位だったんですか。当たり前だよ、お前。どっかの政治家じゃない、2位じゃダメなんですか。ダメだよ、この野郎みたいな。1位がいい。やっぱそうなんですね。その下行ってるっていうの、3位なんですよ。いや、十分だと思うんですが、はい、もうすでにですね、そのドラフトの以前に、うん、現時点でなんですけど、6球団が1位指名公表しました。まあ、誰を指名するっていうのはね、はい、つまんないな、夢がないな。これいつからこんな、こういう風になってきたんですか。まあ、駆け引きがあるんだよね。豊さんの時ってありました。少なからずともあったと思うよ。あったその時の目玉っていうのは原辰徳、はい、ね、巨人が行くとかさ、横浜も行くとか。それは噂レベルだったのか、それとも巨人が本当にもう原選手行きますっていう公表してたのか。やっぱりさ、他球団に行きにくくするというか、うん、まあ、例えば誰かと誰か A と B で迷ってて、はい、どうしようかって、うん、どっち1位にするっていう迷ってる時に、はい、A の子が何球団競合するんだって思ったら、じゃあ B 行っとこうかって、はい、確実に取れる方っていう選択肢の腹の探り合いだよね、はい、ああ、いや、だから今年もちょっと異常なその公表になっているというふうに言われてますね。こうさ、視聴者とすればさ、つまんないな、はい、もう分かってますからね。いや、だってテレビ中継してさ、一つのイベントになってんのに、はい、誰がノミネートされるとかさ、はい、そんなのつまんないじゃない。見たってテレビもう分かってますからね。分かってるんだって。そうなんですよね。え、ここ来たみたいな、うん、そういうのが面白いじゃん。まあ、ね、まあ面白いからって、うん、まあ人身売買みたいなもんだけどね。まあなんかそうですよね。で、早々に、まあ、6球団、うん、この選手1位でいきますよって言って、はい、早々に言ったのが巨人浅野選手でしたね。なあ、早かった。まあ、ピッチャー大丈夫かなって思うんだけど。そうなんですね。まあ、でも昨年取ったピッチャーがね、割といいらしいんだよね。あ、そうなんですね。まあ、近い将来出てくるという。はい、だからピッチャーは、まあ、若手も含めて、はい、まあ、結構こう育てがいのある投手陣が揃ってるから、はい、目玉を取りたいというかね、うん、やっぱこうレギュラーにしっかりなれる選手を取りたいとか、はい、まあ、情報によるとよ、うん、まあ、最初ドラフトで浅野がどうのこうのって巨人の、いや、そりゃお前ピッチャーだろって、うん、まあ、言ったんだけども、はい、いろいろこう人の話とか聞いたりしてると、いや、ピッチャーはまあそこそこいますよと。へ、うん、それはまあ野手の方がこれって言ったのがいないから、はい、やっぱ浅野行くんじゃないですかっていう話をしてたんだけど、あ、そうなんですね。まあ、それを聞いて納得はしたんだけど、うん、まあ、浅野確かにね、ネームバリューだとか、はい、高校の実績だとか、まあ、そういうことを考えるといいよね。そうですね。ただね、ちょっとちっちゃいな。そうなんですか。まあ、ちっちゃいからって悪いわけではないけども、はい、長距離砲になれるかどうかだよね。魅力はさ、甲子園で打ったホームランとか見てて、うん、まあ、中距離砲だよね。まあ、足も速いからね、はい、まあ、リードオフマンとか、うん、まあ、そういう風になれるといいなって思うけどね。じゃあ巨人はこの浅野選手を、まあ、リードオフマンだったり中距離の選手として育てて、まあ、やっぱり名前と看板が欲しいんだよね、スター選手が。あ、いろいろね、はい、ただその、ね、今年結構浅野選手競合になるのかなと思いきや、ここまでまだ巨人しか公表してないんですよね、浅野選手。まあ、でも取りたいチームがあると思う。そうですよね。あらあら、きっとまだ公言してないだけで。だからロッテなんか取りたいんじゃない。例えば、まあ、駆け引きとかで他の選手行くべきかなんかを考えてるんですかね。だからこう出揃うの待ってたりとかね、いろいろ。まず言っとくよ、はい、中日はない。浅野はなぜならば、もうあったら俺もうドラフト会議場に行って俺は立浪に抗議する。また外野手。外野手はもうええやろ。目覚まさんかいってやりますか。それも見てみたいですけどね、豊さんから。まあまあ、でもそんなことはないと思うけど、ね、はい、で、広島、はい、斉藤投手、はい、まあ、高校生ね、はい、伸びしろ、うん、完成品ではない、はい、だからその即戦力ではないけども、はい、将来的にすごく大きな投手になりそうだ、うん、まあ、タッパもあるし、はい、ちょっと荒削りなんだけども、はい、斉藤をね、非常にいいと思うよ。
苫小牧中央高校、まあ、育成力っていうかね、広島は投手も高いしね、はい、だからそういう意味ではいいかもわからないね。そうですね、うん、で現時点ではセ・リーグはこの2球団しかまだ公表していません、はい、で一方パ・リーグソフトバンクが石田選手、これはね抜群の身体能力だよ、はい、これはね、だからその今ショートやってるけども、はい、まあ、二遊間のできる大型選手だよ、うんうん、でバネも素晴らしいし身体能力が高いというね、はい、うん、で例えば宗とかは、はい、日本人との、まあ、ハーフとかなんだけど、はいはい、まあ、純粋なんだよね、はい、もうメジャー級になるんじゃないかって言われてるぐらいの、まあ、身体能力を持ってるという、はい、だからまあ楽しみではあるよね。そうですね、だからまあ今宮とか、はい、そういったところがね、うん、とこう変えるという、あ、世代交代的な、世代交代的なところで、まあ、育成力も高いからな、だから楽しみだけどね。そうですね、ソフトバンクは、はい、でこれ一説によると、はい、中日もこのイヒネ選手、それは行った方がいいよ、うん、競合しても行った方がいいよ、その内野手っていう意味ではそうですよね、うん、さらにこのある記事によると、やっぱソフトバンクがこのイヒネ選手に行ったのは巨人潰しとか、巨人がその坂本選手の後釜を欲しがってるっていうところで2位3位で来るんじゃないかってことで、なんでそのリーグを超えてその嫌がらせをするようなことを考えるんだよ。分かんない、そんなことない、自分のとこだって今宮がもうショートとしては限界を迎えそうなんだよ、はい、だからその後釜でしょ、純粋に。何が、なんで巨人を潰しに来なきゃいけないの、ソフトバンク。確かに他球団なんですよね。お前リーグシリーズやったってお前8連敗してるじゃないか、巨人が。そんなこと気にしないよ、そんなこと。ソフトバンクは、うん、じゃあこれはこのままもう1位で欲しいっていうところですかね、はい、でオリックス、はい、ソタニ選手ですね、はい、ソタニ投手、うん、はい、まあいいピッチャーだよね、うん、あのソタニっていうのは確かね、フォアボール率がものすごい低くて、はい、コントロールがいいんじゃなかったっけな。おだからすごくいいと思うよ。オリックスはね、うまいですよね、やっぱりピッチャーの取り方がうまい、うん、でやっぱこう勢いのあるピッチャーの中にこう放り込まれるから環境にね、はい、だからこう上がってくるよね、やっぱレベルもそうですね、レベルが上がってくる。オリックスが取るピッチャー注目しといた方がいいよ。そうですね、ムクノギって知らなかった俺自分の後輩だったけど去年あれも投げたら半端なくいいからね、ドライチ、ね、まあ、トミー・ジョンも手術したけど、はい、いやだけどあのノーヒットノーランあと一人でやりかけた時なんかさ半端なく良かったからね。そうですよね、だからオリックスのピッチャー注目だよね。注目ですね、はい、そして日本ハムが矢沢投手を、はい、公言しました。これ日本ハムが取ろうとしてるっていうことは、はい、二刀流やらすのかな。あ、日本ハムの、もう俺はバッターの方が魅力感じてるけど、この子のバッティングはやっぱすごいいい。いいですか、うんうん、いいのと、まあ、ピッチャーもバネがあるんだよね。そので150キロ投げるんだよ左で、はい、でちょっとねタッパがちっちゃいんだよ、うんうん、ちょっとちっちゃいから、はい、まあ、ピッチャーでというよりも、まあ、左ピッチャーだからちっちゃくてもね、まあ、なんとかなるんだろうけども、うん、なあ二刀流やらせようとしているのか、二刀流やらせてほしいな俺は。日本ハムは成功してましたね。そうですよね、はい、そして、いやこれはもう間違いなくいい選手だ。お、矢沢投手、うん、注目ですね、はい、まあ、投手なのか野手なのか分からない、まだ分からないですもんね。投手とか言うのかな、内野手とか、どういうふうな二刀流とか言うのかなそれは言わない、選手で統一するのかもしれないですね、もしかすると。さあそして西武、はい、蛭間選手、早稲田ね、はい、蛭間選手も結構これ強豪になるんじゃないかって言われてますけれども、で若干ね俺不安になるところは三振率が高いんだよ。はい、でね、六大学とか東都とか、うん、大学で三振率が 20% 以上超えてるんだよね、はい、こういう選手っていうのはプロ入りしてからあまり活躍してないんだよ、うん、あら、そうなんですか。だからちょっと不安なんだけど、はい、でも彼しっかり見たけどね、はい、その高校と大学がやった試合だとかいろんな試合を見てるんだけど、はい、まあ、いいよね、うん、バッティングセンスはある。だからそこを意識して減らすようなことをしていくといいのかもな。あ、今はもうホームランとか長打に魅力を感じてて振り回してるだけでね、うん、まあ、三振率が高いのかもわからないけども、これがミート中心に中距離みたいな形でいったら三振率は落ちると思う、うん、そうしたら成功する確率は高いよね、うん、西武としては蛭間選手を何番タイプで、どんなタイプの選手に、まあ、3番タイプだよ。
いわゆる森選手、うん、まあ一番でもいいけどね。おー、楽しみですね、うん、でこのパリーフでは4球団が公表、はい、公言していて、はい、ロッテと楽天はまだなんですけれども、まあ楽天は、はい、やっぱりピッチャーも取った方がいいかもわからんな、まあ、昨年外野手取ったんだよね、はい、右の高校生で、うん、でその子がどういう成長を遂げてるかわからないけども、はい、やっぱりピッチャーもやっぱ取った方がいいな。それはそのピッチャーの例えば金属疲労を起こしてるよな、まあ、年齢的なもの、金属疲労的なもの、まあね、うん、だからあれだけの年配流を誇ってても10勝したのが則本ぐらいしかいないんじゃないかな。なかったと思うよ。だからそれ考えると、はい、まあ、確実に10勝できるような、はい、そういう投手は右でも左でもいいから、はい、取った方がいいような俺は気がするけどね、うん、その楽天が1指名で行きそうだっていうのがちょっと出てるのがやっぱ蛭間選手か、日体大の矢沢選手、もう両方とも左でしょ、はい、やめとけって左はそうですね、もう何も、いやこれあくまでも記事だ、あくまでもそうです、記事だからなんですけど、もうね、記事も無責任に書くなっつうの中日が外野だったり、うん、中日が外野だったりとかその書くなっつうのはもう、そうですね、うん、楽天は言うだけ、そのやっぱピッチャー取りに行った方がいいよ、吉村とか増田とか、うん、まあ、そういうのを取りに行った方がいいかもな。社会人ですね。そう、うん、ロッテはどうですか。まあ、ロッテはね、はい、浅野行ってもいいんだよ。お、それは荻野がやっぱもうそろそろ、はい、まあ、年齢的にもね、フルは難しいし、はい、まあ、ああいう選手が代打であったりだとか代走であったり、うん、そうしてくれた方がやっぱ将来的には見えてくるよね、はい、だからそういう意味では浅野とか行ってもいいよね。おー、外野手、うんうんうん、とかね、阪神が浅野選手か松尾選手かでまだ一本化できてないっていう風な記事も出てたんですけども、まあ、岡田監督とあと球団のフロントが、まあ、浅野よりは松尾の方がいいな。あ、いい、だっているじゃない外野手は。まあそうですね、うん、外野手はいるもん、はい、おそらく岡田監督だと、まあ、話をしているように大山と佐藤の内野に置くんであれば、はい、浅野がいてもいいな。そうですよね、そうですよね、あと一人外人ということ、はい、外国人でもいいですし、うん、だから浅野とかもいいよな。ピッチャーいるからな、ただ、うん、俺内野手がいるんだよね。あ、でね、中野のショートっていうのは岡田さんっていうのはあまり好きじゃないと思うんだよ。いや好き嫌いで言っちゃう申し訳ないけど、はい、俺は中野はセカンドタイプだと思うんだよ。肩の強さとかいろんなことを含めて、はい、やっぱショートが欲しいと思うんだよ。あ、でね、中野がショートじゃエラーが多すぎる、はい、で馬場というその内野守備走塁コーチがいるけど、俺も一緒にやったことあるけど、電話して言っとく、中野はセカンドいろんな球団にアドバイザーですね。その方が中野がより生きると思う。ということはショートのドラフトをするとしたら、はい、いいね。でも岡田さんは必ずくじ引いたら負ける、はい、ほらほうよ、ほらほう、勝ったよしってガッツポーズ見たことないもん、お母さんの、お母さんじゃない方が引けば、そうじゃあお母さん行きますもんね、20日の、もちろん行くでしょ、引きますよね、当たり前でしょまあお母さんが引くかどうかは分かんない。あ、そっか、じゃあ本当だったら豊さんだったら伊比根選手を阪神のフロントだと行きたい、うん、か矢沢。あ、でもね、あそこも左が多いんだよ、はい、1,2,3 左なんだよ。ああ、じゃあそっか、右の方を取った方がいいですよね、うん、だから浅野とか伊比根とかね。ああ、そうか、まあ矢沢でもいいな。このあたり阪神がいつ発表するのか、それも発表しないのか。だから発表しないよね、普通しないんだから、うん、ね、だって勝負する前に手の内見せるか。牽制がすごいよくわかりますね。もうなんか麻雀で言ったら見せ牌と一緒だもんね、うん、いや汚ねえなそうですね、はい、で中日ですね、中日な、はい、外野手もう取らないとなるとやっぱ内野手、俺ね、松尾取ったらいいんじゃないかなと思う。大阪桐蔭の松尾さん、これね、松尾はね、俺潰し聞くと思うんだよ、この子のセンスからすると、はい、俺内野手もできると思うんだよ。おー、だから俺はキャッチャーとして取っといて、はい、もしもう足りないんだったらショートで使っちゃえとか、セカンドで使っちゃえとか、はい、それもありだと思うんだよ。足もそこそこ速いし、じゃあ、まあ、潰しが効くって言ったら変ですけど、うん、
できるんですね、そういうことは。いや、俺はできると思う、松尾のあのセンスからすると、はい、ちょっとだから、1年を行ってもいいよね。あ、ショートいないってことですか？内野手、もうとにかく野手、もう外野は、もうこうやってハサミで切って、向こう置いといていいから、もう亡き者として、亡き者として、内野からもうピッチャー、まあ、ピッチャーもまあ、もうとりあえずいらない。内野手です、全部内野手キャッチャーでいっちゃえみたいな。でもなんか1位からずっと内野手、うん、その中でのトップは松尾で、松尾は潰しが効くんじゃないかと俺は思ってるから、はい、あとは内野手で言えば、うん、田中アジア大、はい、うん、これはあの井端の後輩になるんだけど。あ、そうなんですね、うん、もうそしたら井端呼んできて臨時コーチでとにかくやってくれみたいな。おー、そういうこともできるし、それもでもドラフト1位の選手ではないんだよね。あ、田中選手が、うん、だから、まあ、1位は松尾でいいんじゃない。松尾選手で、うん、おー、中日は、はい、さあ DeNA 左ピッチャーの外にか、はい、これ左でいいからね。オリックスが左好きじゃない、 DeNA。 そうなんですよ、左ばっかり、左ばっかり、まあまあもういいかなみたいな思うんだったら、はい、まあ東芝の吉村か東京ガスの増田、あ、うん、でもうそこがちょっとあれだなと思ったら松尾、あそこもキャッチャーが、ね、うん、ね、欲しいっていう、うん、今年のクライマックスシリーズ、はい、3試合とも違うキャッチャーだったんだ。うん、まあ、そういうものが一本化できるようなキャッチャーが欲しいとすれば、うん、はい、やっぱ松尾だな。あ、やっぱ松尾選手も複数球団欲しがりそうですね。まだ出てないですけど、うん、はい、でヤクルトです。まあ、ヤクルトは、まあ、ピッチャー欲しいよね、はい、野手はね、もう優秀なやつ多い、うん、もう余ってるくらいでしょ、キャッチャーも優秀、はい、控えてる、ね、だからピッチャーがやっぱ欲しいよな。うん、そうなってくるとやっぱり吉村、増田、はい、まあ、左ピッチャーが欲しいんであれば外に、はい、ってなってくるかなっていうふうに思うんだよ、ね、これはどうなんです、中日は当日、あれ当日まで公表しないっていうチームはこの中にもちろんあるんですよね、はい、中日は。いや、もういいじゃん、うん、いいよ。でも探ってるわけじゃないよな、他の見てもう絶対取れるところって。いや探ってもうやっぱね、いいと思ったら勝負しに行っても取りに行かなきゃダメだよ。あ、もうかぶってもですよね。かぶってもくじ引くのがあれでもと俺は思うけどね。でもこのくじ引く制度って豊さんそもそもどう思います？くじ引きで選手たちの人生が変わるんだから、はい、そりゃ失礼な話だよね。いや、そうなんですよね、うん、思うんですけど。だから完全ウェーバー方式でいいじゃない、うん、だって弱かったんだから中日が、はい、苦しんだんだから、うん、日本ハムも苦しんだんだから、はい、おそらくそこからチャンスを与えていけばいいじゃない、うん、俺たちは強いんで勝ったからみたいな。え、いやいや、ドラフトまで寝かさぎでもって言っちゃうみたいな。だいたい金があるチームが上に来てるわけだから。まあそうですね。そうだろ、補強もできて、そうだろ、はい、そうなったらさ、ドラフトぐらいさ、うん、やっぱ弱い順番からウェーバー方式で取っていきゃいいじゃん、競合なしで。そうですね、うん、その方がその なんて言うんですよ、こう12チームの活性化というか、まあ、バランスが取れ出すってですよね。偏りがなくなるもん、うん、そういう気がするんですね。もう今年は中日からみたいな、うん、その方が。じゃあ誰でしょう、浅野ってまた外野手みたいな。びっくりしちゃうけど、びっくりしますけど、びっくりしちゃうけど、はい、だけど俺はその方がいいと思うよ。その方が公平じゃない。あ、だって弱いチームをどういうふうに救済していくかじゃない、はい、その選手を均等化させるというかさ、うん、そういうことを考えるとやっぱウェーバー方式でやってほしいな。そうですね、そうすればまあこういうふうに公表みたいなことにももちろんならないでしょうし、ならない、均等になるでしょうし、はい、まああとはね、まあ、どうなるかね。そうです、当日が、まあ、楽しみだけどもね。でこれ、はい、あのゆたかさん、当日またこのドラフトが終わったら速報か何かを出した方がいいかな。いいと、まあまあ上げたいとは思ってるけど、ね、わかりました、はい、はい。